思います。とりあえず、初クリア動画になるんですが、この編成は非常に安定しなかったです。編成と枠枠のみですが、運枠に不動明王。進化レイブラント、同族化月特急。中心化ミカエル、激しか激特 M、激しか名特急。MV アーサー、マネギ特 M になります。正直、MV アーサーを使いたくて、この編成でやっています。アーサーが正直活躍性がないので、究極などのクエでも出番がなく、ボックスの番人になりつつあるので。ギミックが重力、ダメージボールと見て、とりあえず編成に入れました。あとはギミック対応で固めていった感じなんですが、後半に行けば行くほど、火力が足りなくなっていくんですよね。なので、一体はギミック対応していなくても、火力の出せるアタッカーを入れると安定すると思います。このクエストの特徴が、あの花みたいなのが、僕を硬化させているので、花を全て倒して、硬化を止め、僕を殴っていきます。また花がボスと HP を共有しているので、できるだけ花で HP を削っていきたいところです。今はまだ中腰なので、あまり問題はないんですが、ボス戦に入ると花を処理する際に、HP を結構削っておかないと、厳しい場面が出てきます。個人的にはアタッカーとして、重心かハーレーを一体入れて、他をギミック対応キャラにするといい感じでした。一応ハーレー入れた動画も撮ったのですが、こっちの方が抵抗法っぽいので、グダグダな場面もありますが、こっちの動画を選びました。全体的にこのクエストって、一撃の火力がある方が良いと思います。パワー型を活かせるクエストを意識した感じになってる気がします。このステージグダグダタイムなので加速。割と自分はテオリー通りの動きをパターン化して周回をしていくのですが、このクエスト、テオリー通りにやっていくとボスが削りきれない現象に陥ってしまうので、火力を
出せる配置を工夫してワンパンなどしていくのが必要なので、意外とランダム要素がありそうなんですよね。まあ、それも慣れてくればいいのかもしれませんが。さて、ボス戦に入りました。ここは花の弱点殴れる場所なら、花を殴りに行くか、獣にはまりに行きます。このステージはボスの HP が恐竜の花が3回いるので、倒し終わる頃には、ボスの HP は結構削れてると思います。一応この獣が攻撃力ダウンさせてきたり、次のステージだとゲージ異常があったりします。状態異常回復があるので、そこだけは便利でした。基本的に花が直殴りでしかダメージが与えられないので、ミカエルは状態異常回復と SS でのハートの成長ぐらいしか出番がなかったです。情報修正までもう少し休んでいてください。あ、ダイナ出たら呼びます。さて、花をすべて倒したら、効果が溶け行動パターンが変わります。ここから3ターンでボスを倒しきらないといけないため、ここまでに HP を結構減らしておかないと辛いです。弱点にも恵まれ、固まってボスの手は隠し取れてました。お前なのだ。知ってられたよ。バリアの花とリニバ君の間で挟まれるので、まず最初に倒しに行きたいですね。失敗。ここでレンブラントがいいダメージ出せそうだったので、バニアだけは壊せたのは大きかったですね。オッス、ミカエル君、状態異常回復をなさす。個人的にレンブラントは、友情の加速良し、SS のダメージ出せるので、この中では一番適正な気がします。今、不動明王が止まった位置なんですが、次のステージのことを考えると一番最悪な場所に止まりました。を倒しに行きましょう。なぜ私ではなくお前なのだ。知ってられたよ。個人的に次から難易度が一段階上がると思います。我が政権に力を。タイミングがここしかないと思い、アーサーは開幕 SS を突破しました。そこまでダメージ出せませんね。そしてこのステージにいる弱光門が地味に邪魔です。一見花が4体いるので HP を削りやすいのですが、自分の左が下上の数字で花を追加で呼び出してくるので、呼び出す前に一度効果を解くと、パターンが変わった後にまた効果される危険があるため、5ターン目までは必ず花を1体残しておくようにしないと痛い目を見ました。
ジであの土偶邪魔だわ。さて、ラスゲに入ります。ラスゲはさらに難易度1段階上がる感じでしょうか。とりあえず、まずは爆処理をしていくのがいいかなと思います。動画を見返して思ったことなんですが、1巡目で火力出せるキャラは花の弱点のある壁側に配置するのが良さそうな気がしてます。あそこってバリアがある状態なら横でもハマれるのかな。下の方はハマれたからいけるような気はしますが、ここ不動明王で犬爆を処理しつつ SS のために真ん中に配置しようとしましたが、処理完全にミスってました。このままだと花の処理でダメージだけでなくて厳しい状態でした。とりあえずバリアだけは早く壊さなくては。ここでイレバンからの真横で簡単な大盛りショットを狙います。かすりもしない。ただレンズライトが少し上に移動してくれてるんですよ。この世にはびこる光と影、私が描き出しちゃうよ。めちゃくちゃいいダメージが出してくれました。これだけ削ってあればあと3ターンでなんとかなるなって感じです。ここからのプラン、2回 SS 使って回復、アーサーで不動明王を右に減らす、不動明王の SS でかっこよく決める。ここまで見えてきました。どうか、2回の SS 思ってたよりダメージ出てる。SS いらないレベルだけど最後に決めましょう。我が怒り、世界にない怒り、国家に帰依したてます。強りすぎれた弟子などいない。わけで成功法での攻略で無事クリアすることができました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。それではのし。